私のファースト写真集の撮影で京都に来ています。はい、京都は私の出身地ということで、ちょっとあの街とかを歩くのもすごい3年ぶりくらいの久々なのですごい楽しみで、もうこのお話をいただいた時から今日のことをすごく楽しみにそわそわワクワクしていたので、もう存分楽しんでいきたいと思います。頑張ります。ちょうどけど雨の予報もあったんですけど、ちゃんと晴れて、予報も全部晴れになって、曇りにもなってよかったなと思います。撮影日和です。でこの制服はなかなかこういうえんじの色を着ることがないので、すごい可愛いなと思いますし、ちょっとお腹が出てるんですよ。それがポイントです。
なんか東京より暑い気がします。日差しがすごい刺さってくる感じがします、肌に。楽しいです。くらいずっとそわそわしてたんですけど、始まってみれば終わるのはあっという間で、本当に無事に終わってよかったなと思います。お日様もカンカンに浴びてたくさんパワーをもらったので、この調子で明日も頑張りたいと思います。ということで、すごいドキドキしてそわそわしてあっという間に終わってしまったんですけど、今日もいろんな表情を見せられるように頑張りたいと思います。朝から元気に行ってきます。
暖かくて、お日さんもお日さん待ちの時間も結構あったんですけど、ちゃんと出てくれて暖かく撮影が終わりました。次は古民家に行っての撮影です。行ってきます。写真集の撮影の2日目、もう最後の衣装です。なんかすごいあっという間なんですよ。なんかですね、最初はちょっと京都の街をブラブラして、次に川に行って、その後古民家で撮影をしたんですけど、もう古民家がすごい畳の香りとかすごい懐かしくて、なんかおじいちゃんとおばあちゃん家を思い出しました。あとはすごい可愛い衣装もたくさん着られて嬉しかったです。私は川に行ったのが初めてなんじゃないかなっていうくらい、行ったとしてもすごい幼い頃に行っていたんですけど、すごい水と触れ合ってとても楽しい撮影でした。
明日もう最終日ということで、少し寂しい気持ちもありますが、悔いの残らないように精一杯最後まで頑張りたいと思います。バイバイ。3日目がスタートしました。はい、最終日ということで今日は海に来ています。京都の海初めてなんですよ。でもこんなに綺麗だとは思わなくて、すっごい綺麗でもうテンション上がりまくりです。はい、最終日ということでこれからも頑張っていきたいと思います。行ってきます。綺麗です。もう京都の海の魅力をお伝えしたいです。さっき弓道場に行って弓道をやらせていただいたんですけど、もうこの運動後の海っても最高です。ありがとうございます。
今は自撮りをしています。はい、あちらに見えるのが京都の海です。すごい綺麗。ちょっともっと近くに行きますね。よいしょ。あ、小さい投げた。ちょっと待って、よいしょ。はい、行きましょう。はい、すごい、いやすごい綺麗。こんな感じです。すごい色が綺麗ですね。あ、岩とかもいい。はい、今はファースト写真集の3日目の撮影ということで、もうすぐ撮影が終わってしまうんですけど、本当にもうこの3日間すごい濃かったなと思いますし、撮影中はもちろん楽しいんですけど、その撮影の間の時間とかご飯の時間とかもすっごい楽しくて、本当にとっても幸せな3日間でした。まだ終わってないけど、もうちょっとあるので、もうちょっとあるのでこのまま引き続き頑張っていきたいなと思います。撮影中はなんか目線とかカメラマンさんにたくさん指示をしていただいて、本当にどうなってるのか、映ってるのか分からないんですよ、自分が。だからすごい楽しみです。監督が可愛いとか言われると嬉しいです。なんか皆さんたくさん見てお気に入りのポーズ見つけてください。教えてください。そしてということで戻ろうかな。じゃあ次こっち、あ、こっち映しても意味ないわ、ごめんなさい。じゃあ終わります。現場からは以上です。ということで、今は正直寂しいんですよ。なんかすごい楽しくて、3日間あっという間っていうわけではなかったんですけど、本当に楽しくて充実してて、あーすごい、あーちょっと寂しいです。なんかちょっと夕日な感じもあるから、ちょっと気持ちがだんだんシュンとしてきました。けど写真集になるように最後までやりたいと思います。Thank you.
集撮影すべてが終了しました。ありがとうございました。はい、今回は京都、私の出身地京都での撮影ということで、本当に楽しかった思い出がいっぱい蘇ってきます。なんか1日目はお家に行って、そのプライベートな感じ、そのワンピースだったり部屋着だったりを撮っていただいて、2日目は川に行ったり、あとは古民家でお茶漬けを食べたり、もう本当に私の好きなぬか漬けが出てきて本当に嬉しくて、すっごい美味しかったです。で3日目の今日は弓道場に行って、初めて弓道をやらせていただいたんですけど、もうなんか先生に教えていただきながらやってて、もう先生が優しくて本当になんか、まあ、その初めて、今日1日目、初めて1日だったので上手にはできなかったかもしれないんですけど、すごい形は綺麗だよって褒めていただいて、先生にも。弓道はなかなか体験させていただくこともないと思うので、本当に弓に触れたり矢に触れたり、あともう道着っていうか、なんか袴もすごい初めて着させていただいて、すごいいい経験になったなと思います。あとは海行ったんですよ。そうですね、見てるから海に行って、あんなに綺麗な海でもうわしゃわしゃ発災で、すごいたくさん写真も撮っていただいて、すごく楽しかったです。はい、もうこんなに思い出がたくさんあって本当に幸せな時間でした。もうね、ぜひたくさん見て、もう写真集に穴開くくらいたくさん見ていただけたら嬉しいです。以上、ビヨーンズの西田しおりでした。ありがとうございました。